はい、今回は2023年4月の選挙の違和感とですね、その解釈ということで、こちらをお話していこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、この2023年の4月の選挙っていうのはですね、まあ、いろんな違和感があるわけですよ。いつも通りね、また20時に、当選確実になるっていうこともおかしいし、まあおかしいことがいろいろあるんですが、今回はその中でですね、今ちょっと注目されている話について考えて、触れていきたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。今回の選挙っていうのは注目されているところがいくつもあったんですが、その中でですね、注目が高かったっていうのが千葉5区の、選挙だったんですね。この自民党のこのアルフィアっていう、この女性の方、これどうなるのかっていう話でね。で、立憲民主党の人、矢崎っていう人も、競っていたんですが、この千葉5区の開票の時に違和感がある、ことが起きたっていうことを何人もの人が言ってるんですよ。で、僕もそういった票、票っていうかそういったものを見て、その中からいくつかおかしいなっていうことを、ちょっとお伝えしていこうと思うんで、聞いていただければと思います。この立憲のですね、矢崎っていう人とこの自民党のこのアルフィアっていうのが競っていたんですが、この終盤戦に来てですね、この立憲の人の方が矢崎っていう人の方が有利だったんですが、そのなんていうのかな、パワーバランス、矢崎が有利でアルフィアが不利だったんですが、そこでこんなことが起こったっていうことなんですね。開票の時に85% の時はこのアルフィアが5000票の差がついていたけれど、そこから89% の開票では6000票になって、で今度そこからアルフィアが勝ったと。で、この突然急に6000票の差が出たと、そういったことが言われていると。で、今度はですね、また別の話で、このわずかな時間だったんで、わからないっていうことが言われてるんですが、この開票の際、同様にこの 85% の時は、矢崎っていうね、立憲民主党の人が有利だったんですが、そこから今度 91% の時に、アルフィアの票がいきなり伸びて、で、アルフィアが勝ったと。何が起こったんだろうかっていう、これ、全くわからないっていう話なんですよ。何か裏で、した可能性っていうのもあるし、その可能性が高いんじゃないかと思うんですが、全く理解できないと。立憲、矢崎が有利だったのに急にですね、そのわずかな時間で、このアルフィアに、移って自民党に行ったと。何かやったんだろうなと、それ以上は言いませんけど、考えられると、これっていうのは結構注目の今話題になってるんですよ。で、僕もそう思いますっていうことで、でこの自民党のアルフィアっていう、この人ですね、女の人。この人に関しては、経歴がわからない、とされているんですが、本名もわからないのかな、明かしてないのか、経歴がわからないのか、なんかわからないですけど、このアルフィアっていう人は、いわゆる日本の宗主国のアメリカの機関にですね、たくさん、在籍していた、何箇所も在籍していたっていうことがわかってるんで、つまり、宗主国の意に沿う人間であるっていうことですね。日本のこの、政治家っていうのは、宗主国の意に沿う人間が、主に活躍する、そういったのがほとんどですから。でこのアルフィアっていう人はもろにそれであると。でこのアルフィアっていう人を自民党のね人たちはものすごく推してるわけじゃないですか。でアルフィアは何を掲げているのかっていうと、憲法改正、改憲ね、あと緊急事態条項、そういったものを言ってるんで、背後の宗主国の意向であるっていうことが考えられるっていうことです。だから何を言ってんのかっていうと、この2023年4月のこの選挙っていうのは、このね、自民党とか背後のね、東丸協会とか、そのアメリカとかが、プッシュして、この自民党、このアルフィアにこの当選をさせるように、何かしら計らった可能性っていうのを考えられると。で、そのアルフィアっていうのは当然、改憲とか緊急事態条項の方に向かっていく、そういった役割の人間であると。その可能性がある、っていう違和感です。で、なんでこんなことを真面目に言ってるのかっていうと、もちろん、わからないように、日本っていうのは、戦後から、宗主国っていうのがおりまして、アメリカね、アメリカあるいは米軍、っていうのがおり、日本をわからないように、アメリカあるいは米軍がですね、間接支配してるわけですよ。
どういうことかっていうと、日本の物事っていうのは日本だけでは決まらないわけですね。日米合同委員会っていう、そういったものの存在が明らかになったりとかしてるんですが、で何を言ってるのかっていうと、日本の重要事項っていうのはアメリカあるいは米軍の意向あるいは意思あるいは意見、そういったものが尊重あるいは反映される、それが宗主国っていうことです。宗主国と属国っていうことです。日本は属国なんで、何かをするときにはこの宗主国の意向を聞く、あるいは宗主国がそういうことを言う。なんか何を言ってるのかっていうと、日本の選挙っていうのはこの宗主国アメリカの意向あるいは考えが反映されている可能性があると。だから今回のこの選挙っていうのは、2023年4月の選挙っていうのは、自民党のこのアルフィアっていうのをこの通そうと、そういった筋書きが何かあった可能性があるんですね。で、結果的に自民党を勝たせるように、そういったような筋書きを宗主国が考えていたんではないかと。だからこういうね、この1分間で、このね、何千秒もの票が、分からないような形で変な風に映ったりするとか、そういったことが考えられるんじゃないかっていう話なんですね。で、この話は何回かしてるんですが、日本っていうのは、あたかも独立した国であるとかね、サンフランシスコ条約で独立したとかなんとかって言ってますが、そう見えるだけです。日本っていうのは全く独立していない国です。宗主国アメリカっていうのがいるから、アメリカあるいは米軍っていうのがいるん で、日本っていうのは国民が何か物事を決めている民主主義のような形をとっていますが、それはそういうふうに形をとっているだけであって、実は今回の件、2023年の4月の選挙っていうのは、あらかじめそのアメリカの意向が入っていったと考えられる。もうちょっと深く考えると、例えば日本のこの政治ですよね。政治とか選挙とか、あるいはその防衛とかっていうものですね。防衛費増額とか、そういったもの、あるいはですね、裁判とかもそうだと思いますが、そういった、いわゆる日本の重要なもの、そういったものには、おそらくこの宗主国アメリカの考え、あるいは意向が含まれていると思います。ってもっと言えば、日本ではそういうことを決められないと考えられるんですね。だから宗主国のお伺いを立てて、決めると。でその当然政治家たちっていうのは、その自民党の上の方にいる、人間たちっていうのは当然その宗主国の意向を聞いてるんで、それに沿った形を、取っている。で今回はそういった者たちが、このアルフィアを押す。でそして、もちろんマスコミもそういったものをする押すっていう、そういう、僕らには分からないその、シナリオが用意されていた可能性がある、あらかじめそういうような動きをしていた可能性がある、じゃないかと僕は思いました。わずかね、こんな1分間で、何千もの票が移るって、それまでね、立憲が勝ってて、そこで一気にひっくり返ってね、自民党になるって、なんかおかしいじゃないですか、普通に考えて。で、また今回のこの選挙のことについてちょっと考えたんですけど、これっていうのは結構ね、いろいろ意見が分かれるんですが、このように解釈、していただける、あるいはこのように解釈してみると、どうかなと思う、真面目な話をここからしていきます。よく、いろんな意見が出るんですが、日本っていうのは選挙で変わるとかっていうんですが、僕はそんなことはないと思います。日本は選挙では変わらないと思います。日本は選挙ではより良くはなっていかないと思います。それは何でかっていうと、選挙で変わる、あるいは政治家で変わる、政党で変わるっていう、そういった考えがあるのかもしれませんが、政治家とか政党っていうのは、例えばね、宗主国の息のかかったものである、その意向に沿ってることなんで、厳しいと思います。しかし、そういうことからこうなってしまう。例えば、じゃあ日本国民は選挙に行かなければいいとかね、選挙に無関心であればいいとか、そういうことではないです。日本国民が選挙に無関心、あるいは行かなくなってしまうと、さらに状況が悪くなってしまうんですよ。だから、どういうふうにしたらいいのかっていうのは分かりませんが、日本国民ってのは当然選挙とか政治とかそういったものに関心を持ちつつ、選挙で変わることはない、と思いつつ、より良い、日本にしていくには、国民が考えていかないとダメなんじゃないかなと、今回のこの選挙で思いましたね。だからそのシナリオ、僕たちには分からないけれど、シナリオが決まっている可能性があるんじゃないかと。そう考えると、このね、このアルフィアが、その数分間で票が動いたことっていうのも分かるし、やはり日本にはその宗主国がいて、そういったものの意向であると。あと、例えばね、実際選挙になかなか投票率が悪いっていうのもそうなんですけど、そういうのっていうのは国民が無関心になって、選挙に行ってもしょうがないじゃないかって、それもまた狙いなんで、だからさっきお伝えしたように、国民が、
選挙で変わるということは難しいと思いますが、そんな中、まあ、選挙とか政治に関心を持ちつつ、で最後は国民が考えて、良くしていくと、そういうのしかないんじゃないかと、まあ、僕は思いましたんで、まあ、今回はこの2023年4月の選挙について思ったことということで、こちらの話がですね、リスナー様の何か少しでも役に立っていただけるものがあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。